こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。今日はお渡し会があったのでちゃんとメイクをしています。マスクじゃありません。ギフトありがとうございます。クマハトサリウム、うん、本当にとんでもなくさ、メンバーみんな疲れてて本当に私自身もすごい余計なことも考えるからやばかったんだけど、今日の渡し会でファンの皆さんとお会いしてお話しして直接 CD をお渡ししてすごく元気が出ました。自分のファンの方はもちろんだけど、他の今日一緒だった菅原さんとリカちゃんのファンの方にも会って元気も出たし、それはその2人と推しメンとファンの方がすごい楽しそうに喋ってるのを見て、こっちまで幸せな気持ちになったっていう。会いに来れなかったよっていう方はなんでよって思うかもしれないんですけど、でもやっぱ直接会うことって本当に大事なんだなと思う。もちろんメッセージとかでも私いつも元気もらったりしてるんですけど、こんなに違うのってなんかすごい一番心が弱ってる時に実感した。初めてこんなに。だから今家族に会ったらやばいです。本当にやばいと思う。自分がどうなるのか想像できない姿になりそうで、嘘、疲れてるなってちょっと感じた。うわ、伝わってたのは申し訳ない、ごめんね。まだ会えてない島民の皆さんにもお会いしたいし、選抜を一緒に喜び合いたいし、そう、家族はね、選抜報告を電話でした時だけだね。それ以降電話もしてないし会ってもないので、はい、メッセージのやり取りはしてるけどね。寝よう、ともいちゃん。ギフトありがとうございます。やっぱりリカちゃんのファンの方はさ、同じチームなので時間がない公演に入っていればお見送りとか実際パフォーマンスしてて見たことある方がほとんどだったんですけど、やっぱり違うチームのチーム員の菅原さんのファンの方は初めてのお顔がいっぱいだったので新鮮でした今日。
嬉しいな。とっても今日を迎えられて無事に良かったですリリース日にね、だってお渡し会もまさかできると思ってもなかったですし、あと今日こんなになんでギリギリになったのかっていうと、こんばんは、こんばんは、お城タワーケイタクマじゃない、お城のタワーありがとうございます。いつも記念の日にいいのにありがとうございます、受け取りますありがたくありがとう、気持ちだけでも嬉しいよどうだ、クマしちゃうタワーもうなんかタワーといったらクマのイメージがあるお城ですありがとうございます。何喋ってたっけ、あ、なんでこんなギリギリになったのかっていうのはSNS をいっぱい更新しててギリギリになりましたあとその SNS の中にも今さっきちょっと全部の気持ちとかを書ききれてはないんですけど、アメブロを更新しててその告白心拍数のリリース日に初選抜でアメブロを更新することに私意味があるなと思ったので、ちょっと短い文章であるんですけど更新しましたまだ見てない方は見てください。これからやっと正式にとはあれですけど、初選抜で選抜メンバーとしてアメブロが更新できるのがすごく嬉しいですね、恋落ちフラグで表題曲全員参加っていう形でアメブロをかけるようにはなったんですけど、個人的にやっぱね何度も言っちゃうんですけど、アメブロは私が加入 SK してからは選抜メンバーがかけるブログっていうイメージがすごく強かったので更新してなかったんですよ。でもその数年後ね自分の趣味とか好きなものをお仕事につなげたりしたくて選抜メンバーになる前だったけど更新することを決めましたね。で何回かですけど今年アメブロ更新してましたねありがとうございます嬉しいな、たくさんたくさんみんなのおかげでこうやって初選抜選抜メンバーに選んでいただけたので本当にいつもありがとうございます。アメブロもコメント見えてるので、はい、本当に暇な時間があった時にブログを読んでコメントしてくださいチェックしてますので全部。高典タワー、くまちゃんのタワー、ありがとう。同じく記念日にいつもありがとうございます。嬉しい、初選抜リリース記念日だってありがとうございます。お礼を言うのは私の方なのにっていつも思う。本当にありがとうございます。
おいで、トメちゃん。おいで。こっちこっち。でもな、この黒い服、抱っこしたくないんだよ、気をついちゃうから。はい。みんな、ありがとうって。ありがとう。え、乙女。うん。ありがとう。タワー、フルハウス、いつもありがとうございます。タワー。乙女ちゃんで、タワーありがとう、ありがとうで、乙女の匂い、ありがとうございます。嬉しいな、乙女も。喜んでます、乙女も。そう、猫吸いはなんかでも息吸うのと同じぐらいいつの間にかしてる。怖いです、無意識にやってる。シルクは遠くで寝てます。もしかしてこれじゃないの、見てないです。どこで猫吸いするのが好き？一番は猫のお腹なんですけど、今うちにいる子たちは全員あんまりお腹が好きではないので、頭のてっぺんですね。ね、頭のてっぺんが好き。あとはこのここほっぺ。お腹はみんな嫌いなんだよね。やっぱ今日元気出てるわ、みんなのおかげで。ありがとうございます。ギフト、今日で557日目。ありがとうございます。本当だ、ココナだ。ココちゃんにも早く会いたいね。いつでも待ってるよっていう気持ちです。ファンの皆さんと一緒。ココちゃん。
同期全員今いる全員早く集まりたいな。あとはココちゃんとひなのです。ひなのいるにはいるけどちょっと場所が違いすぎるので、あと4分、そうだエナだ。私さもうエナとちょいちょい会ってるからさ、もういるものだと思っちゃってる。やばい、違うよね、みんなは会えてない。そうだ、この間も会えました。そう、愛理さんの卒業公演で、そう、本当に可愛いエナ。エナマル、なんかいつの間にか私エナマルとはまあ呼んでるんだけど、エナって呼ぶようになってきた最近。エナ、あそうだよね、私もみんなと一緒、週一ブログめっちゃ読んでるエナの。泣いてる、感動してる。下の名前呼び捨てで呼べるのっていいよね。11期とか羨ましい、みんなお互いをさ基本下の名前呼び捨てで呼んでていいなーと思う。そういいよね呼び捨て。でも私はさやかとは呼ばれたくない。私はみんなからにはサーヤと呼ばれたいので。まあ一部違うけど。この子。最近またなんか私の呼び方変わってたんだよな、忘れちゃった、なんだっけな、シャヤシャヤって呼んでるかな、もしかして今。どんどん増えています。かわいい。あと2分だ。中坂はそう、中坂だね。かわいいよね、シャヤシャヤかわいい。1位ケイタタワー、お城のタワーありがとうございます。ちょっとやばい時間ない、やばいあと1分やばい。2位フルハウスタワーありがとうございます。ちょっと早くなっちゃうごめんなさい。3位タカノリタワーありがとうございます。嬉しい、みんな記念日にいつもありがとうございます。4位キヨさん、5位ケイパパ、6位ロクちゃん、7位ムツミ、8位キミちゃん、9位ヒョウ、10位お父さん、11位カズヤッチ、12位ベジメン、13位ラブベリー、やりたいなラブベリー。皆さんありがとうございました。ちょっと早めになっちゃったんですけど、告白心拍数リリース日ありがとうございました。お渡し会もたくさん愛されてね。なんて音したか忘れちゃった。素敵なシングル期間になりますように。ありがとうございました。